ボクスモ。皆さんこんにちは、ボックスモのコウスケです。ミホです。この番組はスモールビジネスの経営者からさまざまなお話を聞いて挑戦するリスナーの背中を無理やり押しちゃおうという番組です。前回に引き続きゲストはスタートアップに特化した法律事務所アント法律事務所の代表弁護士、中澤優斗さんに来ていただいております。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いします。はい、改めてね、今回は創業期に注意した方が良いホームの落とし穴というところをいろいろ聞いていただけたらなと思うんですけど、例えばホームミスってて会社やばい状態になってた、中澤さんとこに相談に来て何何って話聞いたらめっちゃやばいことなっとるやんみたいなのって結構あったりするんですか？これはママあります。ママあるんですね。ママあります。はいはい。なんで結構スタートアップにホームが必要な理由みたいな感じで言われてると思うんですけど、まあ、その守秘義務があるので、まあ、言える範囲で、はいはい、みたいな感じで言うと、はい、ざっくり言うと最初に気をつけておいてほしいのは株式周り、うん、あと知財周り、うん、あと本ちゃんのビジネス周り、うん、大きくこの3点ですね、はい、で株式周りについてで言うと1個は資本政策ミスったっていうやつですね、うん、資本政策、はい、要は誰からどれくらいいつ株で資金調達をするか、あ、なるほどね、みたいなところですね、うん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 、でまあよくあるパターンが一番最初のまだプロダクトもない時、またはこうプロダクトを作るためのお金が欲しい時に、うんうんうん、一回エグジットした起業家の方だったりとか、まあ、お金を持ってる知り合いの方からエンジェル投資っていう形で個人からお金を入れていただくみたいなことがあるんですよ、はい、で株を代わりに渡すみたいな。でこの時に創業初期の起業家さんはまだ相場感とかも当然知らないわけじゃないですか。だいたい誰にどれくらい、この時期だとどれくらい、うん、でなんかこれぐらい渡しちゃうとまずいとかも、まあ、当然まだ知らなかったりする、うん、でそういう時にそのエンジェルの方も知識がなくてそういう要求をしてしまったっていう側面もあるのかもしれないんですけど、うん、なんかその初期のエンジェルの方に本当数百万でもう過半数の株を渡してしまっているとか、うん、ってなってくると、うん、その後に VC さんがお金を入れにくい状態に、うん、はい、なっちゃってたりするんですね。はい、とかもうそこで過半数取られてしまうと、うん、最悪何が起きるかっていうと、うん、取締役の、選解任、うんうん、まあ、解任したり選んだりとかって、うんうん、まあ、株半分持ってたら、まあ、過半数持ってたらできるんですよ、解任、うんうんうん、で確かに要は、乗っ取ろうと思えば乗っ取れてしまう状態にもなってしまってるんですね、はいはい、っていうようなケースは実際にあります、はい、なんで身の回りの、これ別に弁護士じゃなくてもいいです、身の回りの起業家さん、うん、先輩、うんうん、またはこう VC の、 その、うん、まあ、良心的な VC、まあ、皆さん良心的ですけど、はいはい、定評がある、うんうん、VC さんにちょっと相談してみて、うん、大体相場ってどれくらいですか、あと今はノートとかで、うん、ググればちゃんと一定の相場は出てきます、はい、なるほど、はい、ありそう、確かに、はい、うん、なのでちゃんとそこで勉強をしてほしいです、うん、でもしわからないとかもっと詳しく知りたいっていう方がいたら、うん、まあ、僕でもいいですし、僕以外の近く の、 スタートアップホームをしっかり専門的にやられてる弁護士さんに聞いてください。で、うん、そうしたら、まあ、お金取る方いるかもしれないですけど、うん、基本的にはおそらく皆さん、うん、まあ、ランチの時でも何でも、うん、多分無償で、うん、普通こうなんだよみたいなことは教えてくれると思うので、うん、そういう方にちゃんと聞いてみる、うん、はい、っていうところですかね。ここ資本政策は取り戻せないんですよ、うん、その人を排除しようっていうのがもう取り返しがつかない、うん、巻き戻しできないんで積み重なっていくんですね、うん、上場とか M&A に向けて、うん、なので次のラウンドでまたお金入れていただいたら、うん、VC さんとかから、うん、起業家さんの持ち分はもっと圧縮されるんです、うん、はい、っていう形なので、まあ、出だしが一番知識なくて、うん、一番ミスりやすいんだけど、うん、一番後戻りできない怖さがあるので、ちゃんと出だしで専門家に話を聞きに行くのが大事、うん、大事、はい、もうなんか今日はね、はい、最悪これさえ伝えられればこれで覚えてってください、はい、テストに出ますよ、テストに出るよ、はい、テストに出ますで、まあ、ちょっと2つ目ですね、はい、知財周りのところです、うんうんうん、でスタートアップさんだと、まあ、最近だとじゃあ例えば LLM だとか、うん、まあ、ちょっと前だとウェブ、まあ、まあ今もかな、 Web3 周りがこう流行っていたりとか、うんうん、新しい事業ドメインテクノロジーみたいなのがこうどん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 移り変わっていって、うん、進化していくと思うんですけど、うん、この時に、知的財産権をしっかり取得、うん、しておきましょうということですね。でつまり特許みたいな話、そうです、うん、大きくは特許、商標、著作権
っていう、まあ大きくこの辺りかなと思うんですけど、まあ特許はざっくり言うと発明を保護してくれる権利っていう感じですね。なんで一生懸命開発して開発してなんか新しい技術ができたと、でこれを他の人がなんか勝手にパクって使ってたら、いやいや使うなよって言える権利です。はい。で逆にその人が使いたいんだったら、よく大企業さんとのオープンイノベーションなんかであるんですけど、ライセンスしてライセンスの対価でお金をもらう、その特許を生かしてビジネスをやってる会社さんなんかも、あの全然あります、はい、みたいな感じですね。で特許のところの注意点はこれ、特許庁で取るんですけど、特許をこう出願して、特許権登録してくださいという時に、すでに公知公が知るって書いて、みんなが知ってるところになっていたら、基本的には特許取れないんですよ、新規性っていう要件が、これまだみんなが知らないことっていうのがざっくり言うと要件としてあるんですね。でなので何しちゃいけないか、プロダクトリリースする前に特許は出願してください。あ、そっかそっかそっか、これが言いたい。地味に大事ですね。早くリリースしたいじゃないですか、一生懸命作って。したい。でなんかプレスとか打って、うちの会社こんないいテクノロジーあるんですよって言いたいじゃないですか、はい、でもちょっと待ってと、はい、あのお近くの弁護士さん、弁護士さんに相談して、出願してからプレスとか、あの公に出してください。なるほど。でね、ここの順番一個間違えたら、それ他の人がパクれる形になっちゃいますよっていうところなんで、ここはその、あの絶対気をつけていただきたいっていうポイントの一つです。でも特許とかやってたら、リリース遅くなっちゃうじゃないですか、はい、なのでそこはあの早め早めに、こういうビジネスをありがとうございます、あの早め早め、あのこういうビジネスをやろうっていう段階で、最初の相談ぐらいはしておくっていう形ですかね。でそうすれば、じゃあいついつ頃またミーティングして、なんかいつリリース予定ですってなったら、この頃またミーティングしてしっかりその時の状況を聞いて、いつ頃出願しましょう、だからリリースはこれぐらいでやりましょうっていう風にできるじゃないですか、はい。だからこう作り始めた段階で一回近くの理事さん弁護士さんにご相談をしておくっていうのは大事かなと思います、はい。でもう一個が商標、商標権っていうやつで、これはざっくり言うとネーミングの権利ですね、はい、あのサービス名だったりとか、はい、っていうところです、でこれは早い者勝ちなんですよ、すごくざっくり言うと、もうなんかこれは公にしてるしてない関係なく、早く特許庁に登録願い出した方が勝つんですね、基本的には、なので要はスタートアップでよくある失敗としては、サービスリリースしました、なんか PMF しました、お、なんかこれめちゃくちゃ伸びるぞ、っていう段階で、もうマーケも踏みました、ってなった段階で、他の他社から、いやうちの商標を侵害してますやんっていう警告書が送られてくる、でそのサービス名を取り下げないといけなくなる、でもプロモーションにもいろいろ費用を使ってるし、これからプロダクトの名前が載ってるところ全部こう変えて、新しくマーケもクリエイティブ作り直してってすると、スピードも後戻りだし、お金も損しちゃうっていう形になるんで、これもサービスリリースする、まあ前後で、あの早めにこう相談していただくといいかな。でもっと言うと、本当はサービス名考えるときとか、まあ会社名もまあ含む含まない、まあちょっといろいろあるんですけど、の段階で特許庁のJ プラットっていうのがあるんですよ、アルファベットで J-プラット、で検索していただくと、商標が検索できるんですね、なんでサービス名考える段階で、自分が今考えてるサービス名が同じ商品またはサービス、似てる商品サービスの分類で、誰かに取られてないかっていうのを検索していただくと、手戻り少なくて済みます、でこれは最悪自分でもできると思ってて、はい、できますね、検索すればいいだけですね、はい、商標ってどういうネーミングか、まあ、例えば案と法律事務所っていうネーミング、かけるどういう商品サービスでその名前を使うか、この組み合わせで、決まるんですよ、だから同じネーミングだけど、案と法律事務所っていうものを、じゃあ例えばまな板の商品名として、あの使われてるってなったら、僕は案と法律事務所で、商標取れるんですよ、っていう感じ。この組み合わせが両方とも似てるって特許庁に言われちゃうと取れないっていう感じですね。全然別だったら取れるんですね。あ、取れます取れます、はい、っていうところで、じゃあここの指定商品役務とか、言うんですけど、そこがちょっと数字で書かれてたり、なんかアルファベットと数字の組み合わせで、ざっくり書かれてたり、まあ一応日本語でも全部書いてあるんですけど、これって被ってるかどうか自信ないなってなったら、お近くの専門家に、はい、あのまたご相談いただくといいのかなと思います。で知財3つ目、あとは著作権とかですかね、でこれはスタートアップの初期で
言うと、うん、創業前から副業とかで開発進めてました、うん、何人かのメンツで、うん、共同創業で進めてました、うん、ってなって、で会社設立しました、うん、ってなった時に、うん、なんとなく自分たちの認識では当然に会社に、じゃあ今作ってるプログラムコードの著作権とか IP とかだったら会社に帰属すると思うんですけど、著作権っていうのは登録とかいらないんですね。いらないんですけど、まあまあこれ特許とかもそうですけど、作った人に原始的には最初は帰属するんです、原則的には。なので他のエンジニアさんとかと一緒に作ってたら、作った人にが著作権者なんですよ。はいはいはい。だから当然には会社の著作権にはなんないんです。はい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 。なので会社作る前から作ってた部分の権利を会社作った後に会社に移転させますっていう、もうこれ簡単な覚書でもいいんで、あとはこう会社作る時にもしその人たちに株持ってもらうんだったら創業株主間契約書とか作るんで、そこでちゃんと移転するっていう旨を書いてもらうっていうのがもう一個かなと思います。なるほどね、はい、これがちょっと著作権上、あとは職務発明規定作っておくとか、なんかそういうところかなと思います。はい、そんなん絶対最初知らん。あ、そうですね、であとすいません、株周りで一個ちょっと今ので流れで自分で発言してやばい言いそびれたと思ったんですけど、やっぱ今例えばエンジニアさんと、まあ、CEO CTO の共同創業とかって結構多いかなっていうパターンだったりするんですけど、そうすると創業者2人じゃないですか、ここの株の持つ割合と、あとこれもあるあるなんですけど、後々離れ離れ分かれてしまうみたいな時に、じゃあこの株えどうすんのみたいな、会社に残る方は持ってるけど会社を去る方はどうすんのっていう話があるじゃないですか。なのでよく言われるのは、創業時に複数名でみんなが株を持って創業するんだったら創業者株主間契約書っていうものを巻きましょうっていうのがよく言われることですね。でじゃあその時の株持つ割合、ここはいろんな考え方あるんですけど、まあ、あえて、あの皆さん聞いてるものなので、スタンダードなところで言うと、社長さんに集めましょうっていうところですね。社長さんが9割8割持って、他の人たちで 2,3 割をこう分けるぐらいの傾斜をつけておいた方がいい。でこれなぜかというと、さっき の, あのエンジェルのあれでもそうなんですけど、要は、3分の2以上持ってないと重要な意思決定、例えば事業譲渡であったりとか、合併とか、そういう重要な意思決定できなくなっちゃうんですよ。なので創業者になるべく株集めておきましょうっていうのが大事です。でもう一個、創業者株主間契約書は、喧嘩別れした時に必要になってくる。でじゃあ例えばさっきのケースで CEO が8割持ってます、CTO が2割持ってます、で喧嘩しました、CTO は俺はもう去るって言って、会社を辞めました。でも2割持ってるわけです、この2割持たれたままでいいのか、ちょっと気持ち悪い、はい、会社を2割所有してるわけですそのもう会社にいない CTO がそうですね、はい、しかも喧嘩別れした、そうですそうです、仲良くない、はい、これってガバナンス上結構リスキーなんですよね、はい、だしその後また株主が積み重なっていった時に、そこの2割分も動かせないん で、自分のシェアもどん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 下がりやすい、なので創業者株主間契約書では何を、一番大事なポイントは何かっていうと、会社辞めたら俺か俺が指定する人に株渡してね、要は株返してねっていうことを定めておく、約束しておくんですよ。てか定めないと返してもらえない、もらえないです、もらえないです。そうなんだ、厳しいんですね。で、はい、なんかママ見るのは、その後めちゃめちゃ喧嘩別れした時とか、もう連絡つかない時あるわけですよ、もう連絡取りたくない、ね、はい、お互いね、はい、ってなると、もうこの株は M&A するときに 100% 買いたいって言われたら、この2割どうすんの、もう連絡つかない以上、できないってことになっちゃう、はい、株渡してくれないんで、M&A 自体が下手するとポシャル可能性があるっていう感じです。まあ、なんか一応厳密なこと言うと、5年間音信不通だったらその人が持ってる株を勝手に売っていいよっていう法律上の規定はあるんですけど、でも5年間ですよ、まあね、スタートアップがバイアウトするタイム間としては5年って結構5年以内に売るなんてことざらにあるわけじゃないですか。そこでちょっと足踏みされちゃう、またこう 100%買収はされない、はい、また上場企業だと、はい、2割知らんやつが株持ってるの、いや相当怖いっすよ、買ってくれないっすよ、はい、っていうことも生じる。確かに。ので創業者株主間契約書も必ず専門家に相談して巻きましょう、っていうこと。すごい、で今申し上げたのが、まあ、株式回り、知財回り、
で、あとのラストの1個はビジネス周りですね、うんうんうん、でこういう、アイディアで起業しようと思うんです、こういうプロダクトを作ろうと思うんですって言った時に、うんうん、そのアイディアなり作ろうとしてるプロダクト、まあ、ビジネスが既存の法規制に反してないかっていうところですね、うん、法律って、うん、こう弁護士でも全然全体分かんないんですよ、うん、めちゃくちゃあるんですよ、うん、なので、うん、こういうビジネスするときに何かその関係する法規制によって、うん、ビジネスが違法になってしまう、うん、はい、ようなことがないかを事前にチェックしてもらう、うん、またはちょっとここ危なそうだなと思ったら、うん、その弁護士さんに一緒にビジネススキームとかを検討してもらって、うんうん、うまく適法にやれる方法を探すっていうのがめちゃくちゃ大事っていう感じですね。なんかこれでうまくいかなかったケースとして、うんうんうん、まあ、有名なのがウーバーですね。今だとイーツになっちゃったじゃないですか、はいはい、でも本当はライドシェアの会社じゃないですか、はいはい、でも日本の場合って白タク規制って言って、うん、あれそのタクシー業者以外が、うん、そういうなんだろう人を運ぶ、送迎しちゃいけないみたいな、送迎しちゃいけないっていうざっくり言うと法律があるんですね、うんうん、で今で言うとロビングとかルールメイキングとか言われて、うんうん、グレーゾーンのものとか分かりやすい例で言うとループさんとかが法規制を行政に働きかけて実証実験やって変えてったみたいな、うん、ああいう例がこう割とありますね今あって、はい、ライドシェアもね今年変わるんじゃないかで盛り上がってますけど、そういうのを結構スタートアップ、うん、フレンドリーな弁護士さんはやってる人もいますし、はい、っていうところで一緒に、まあ、ちょっと息の長い話にはなっちゃうんですけど、そうですね、はい、一緒にこう今現在的法なところでサービスをやりながら、うん、規制の方も一緒に変えていくみたいな動きも最近は出てきてすごい、はい、でなんかそれをやる専門にやるスタートアップさんもいたりして、そのルールメイキングの、そうですよね、サポート、うん、あーそうなんですね、はい、そういうスタートアップさんも今出てきていたり、それこそウーバーは、はい、霞ヶ関駅に広告出してますよね、はい、あそうですね、うん、めちゃくちゃピンポイントに観光庁狙いでウーバーは世界30何カ国でタクシー配車頑張ってますみたいな、はいはいはい、白タクの会社じゃねえよみたいな、めっちゃアピールしてんなと思ってかわいそう、まあ、なんかそういう地道なところから、うん、頑張ってやっていくっていうのが多いかなと、そうね、でそれ以外でもよくあるものでも、うんうん、じゃあサービス内でポイント使いたいとかって、全然アプリとか作るとしたら全然あるじゃないですか、ある、でもポイント一つとっても資金決済法っていう法律によって規制というかルールが定められてて、でも6ヶ月を切る使用期間だったら資金決済法にかからないから自由にやっていいんだよとか、そういうことって弁護士さんにちょっと聞けばすぐ分かることだったりするんで、そこを知らずにやってしまうっていうことが、やりそう、はい、一番怖いですね、なんとかコイン作っちゃおうみたいな、ギャラリアポイント作ろうみたいな、ね、そうですそうです、あとはこう今、よくあるのはその Web3 周り、暗号資産周りなんて、はい、かなり法律、ね、レギュレーション、はい、でがんじがらめな事業分野なので、うん、まあ、そういう場合にはこう必ず弁護士さんがもう一緒にビジネス作るぐらいの感覚でビタ付きしてもらって、うん、心強いですね、それは、はい、壁打ち相手になってもらう、必要必要、うん、そうみたいなところはかなり大事かなっていう気がしてますね、それすごいいいわ、怖いっすもん僕もなんか、いやそうなんです、これやりたい、あれやりたいと思っても、そうだよね、おしゃれ、そうそうそう、だ僕も全然お客さんじゃないんですけど、うん、月1回ぐらいうちの事務所に訪問してきて、うん、今投資家を回ってるんですけど、うん、って言ってそのピッチ資料がブラッシュアップされたのを、うん、毎回うん、月1回30分ぐらいこう店に来てくれる人とかが、うん、はい、何人かいたりして、でなんかそれが法律的にどうかであったりとか、うん、なんかもうちょっとこういう風にやった方がビジネス伸ばしやすいよであったりとか、うん、っていう感じのアドバイスさせていただいたりとか、うん、はい、もしてるんで、なんかそういうまだ弁護士にお金払えないよっていう段階でも一回当ててみるみたいなのはすごく大事なのかなと思いますね、うん、最悪なのがリリース間近になって、うん、いやこれって明らかに黒だよね、うん、めちゃめちゃグレーだったら、まあ、まだいいですよ、うん、まだなんとかできるかもしれない、初期は特に、うん、でもリリース間近になって弁護士さんとかに聞いたら、いやいやこれってこの法律にめっちゃ反してる、これはグレーと言いようがないよみたいになったら作り直しじゃないですか、うん、ね、はい、これはめちゃめちゃ損なんで、ただ早めのタイミングでこういうビジネスしようとしてるんですけど、うん、なんか法規制、うん、レギュレーションで気をつけといた方がいけないことないですか、うん、って一言聞けばいいだけなんで、うん、そこだけはこうやっていただけるといいのかなと思ってます、うん、はい、
聞いてください皆さん、はい、ね聞いてください、ね、はい、本当に全部作り直しになったらつらい、つらい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 、はい、でも私の周りでもありますもん、なんかそのスタートアップじゃなくても、うん、そのあるプロダクトである機能を作ろうとして、はい、そしたら競合が同じ機能を作ってて、うん、でそれがもう特許取っててみたいな、うん、で仕様を変えなきゃいけないみたいな話をたまに聞くんですよ、はい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 、別の業界だったりとかで、だからあこういうことあるんだと私も最近知って、はい、そうだからなんかまずは同じようなやっぱ機能ってね、同じ業界だったらきっと使うじゃないですか、みんな思いつくもんね、そう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 、だからそういうのをそう仕様を変えたりとか、そういうもともとどういう企業でどう使われてるのかとか、そうそうそう、そこからやんなきゃいけないんだなと思って、はい、だとこう先行特許のね、まあそこまで必要な時がどれくらいかっていうのはあれですけど、先行特許の調査するとか、うんうん、みたいなところもやってもらったりできますし、うんうん、でそれでも問題があればまさに今美穂さんおっしゃったみたいに迂回策を取るとか、はい、っていうところはバンバンやっていけるんで、そういうところでやっぱり外部リソースというか専門家の知恵ですかね、うん、か弁護士ってちょっと相談しづらいと思うんですよ、それですよ、ね、それな、それですよ、はい、え実際どうなんですか社長、いやオタク誰みたいな来るじゃないですかそうなのでスタートアップフレンドリーな人をこう最初はなんか捕まえておいて、確かに気軽に相談できる関係性を作っておくっていうのはとても大事かなと思います。そうですね、はい、その辺弁護士さんによって全然その自分のジャンルによってもスタンスが違いますもんね、きっと。そうですね、うんうん、まあ、前編の時にちらっとお話ししましたけど、うんうん、また企業法務の中でも専門分野がまたいろいろあるんで、うん、やっぱ専門分野は専門の人にお願いする、うん、まあお医者さんもね、この科の先生に、うん、お願いするっていうのが多分あると思うんで、病気ごとに、うん、っていう感じでお願いする。であとは何だろう、ホームって、まあ、一見コストなんですけど、うんうん、そこを語弊があるかもしれないですけど、うん、ちゃんといい形でハックしていけば、うん、競合他社との優位性にすることもできるっていう形ですね、うんうん、はい、要は法規制がちゃんと分かってて、その中でいかにスマートに、うんうん、オペレーションを作るなりサービスを設計するなりっていうものができれば、うんうん、そこは他と比べて優位性になっていくところなので、確かに攻めのホームや、おっしゃる通りです、うん、はい、なので、はい、いかにこのホームを使って自分たちがメリットを得るか、はいはい、自分たちの事業がメリットを得るかっていう観点は意外と持ってていいのかなって思いますね、うん、で本当にいやあかんよっていうところは、それは専門家がちゃんと止めてくれるはずなので、うんうん、はい、いかにこの仕組みの中でうまくやるか、うんうん、でこれはもううまくやりようがないんだったら、その制度をこう変えていくか、うんうんうん、またはこう自分たちの事業をずらすか、うん、みたいな選択肢っていうものをちゃんと専門家が与えてくれて、うんうん、でこの中でそれぞれのメリデメじゃないですけど、各選択肢のみたいなものを専門家の方から聞いて、自分が一番いい意思決定を自分の弁護士と作っていくっていうスタンスで弁護士に相談するといいかなと思います。確かに、はい、なんでなんかこう、うん、まあまあ結構先生って言っていただけることもあるんですけど、うん、個人的には中澤さんって呼ばれるのが好き、うん、で一緒にこうビジネスのお手伝いをしていくのが好きっていう感じなんで、うん、なんかそういう感じで一緒に事業を作っていく人たちだっていう、うん、会社って法律のために存在してるわけじゃないじゃないですか、うん、法律を守るために存在してるわけじゃないじゃないですか、うん、なんであくまでこう会社の価値が一番上がる法律の使い方をしていくであったりとか、で逆にここ破っちゃったらもう社会的にもう抹殺されるよみたいな危ないところはちゃんとその弁護士がいやいやって言って、もう後ろからもうグーって手引っ張って、ちょっと待って、はい、起業家さんってどうしても突っ込んでくんで、はい、まあそういう役割もちゃんと顧問弁護士は持ちつつ、一緒に相談しながらいい意思決定作っていく、でスタートアップさんであったりとかスモールビジネスの方だとホームリソースもないの でそこでちゃんと中で手を動かしていくっていう形でホーム機能をまるっと受け負ってもらえるみたいな形ですかね。でこれを、まあ、人を雇うよりはリーズナブルにやっていただけるっていう形で、スタートアップスモールビジネスがいい形で弁護士使っていただけると、うん、はい、いいのかなと思いますね、はい、めちゃくちゃ有意義ですね。ね、ありがとうございます。すごいなんか考え方変わりましたわ。ね、ありがとうございます。そうですね。ね、最初からね、うん、相談して、うん、いろんな意思決定とかもね、一緒に考えてくれるような人がいたら、ね、
いいわ。これ意外と弁護士って顧問先とかお客さんから相談されるの嬉しいんですよ。なんか相談する側ってお時間取っちゃって申し訳ないですみたいなスタンスで来られる方もいらっしゃるんですけど、嬉しいんですよ、はい、でその人たちのビジネスサポートするのが楽しくてこの仕事をやってるんで、困ったことがあったらよっしゃ俺が解決したるっていう気持ちでいるわけです。なるほど。でもっとここでこういうことやりたいんですってなったら、そのために何かできることないかなって自分の知識と経験と知恵をこうフル動員してお客さんのビジネスをこう伸ばしていくお手伝いをしたいっていう感じなんで、そのあたりはなんか遠慮せずバンバン近くの弁護士さんに相談していただけるといいかなと。なるほど。心強い、はい、ね、ね、はは、ありがとうございます。素晴らしい。なんかそういう存在だとやっぱ思ってなかったみたいなところってありますよね。いやちょっとね、やっぱそんな感じある。トラブった時だけみたいな、ね、ちょっとめんどくさいけれども、そう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 、ちょっと自分じゃもうほんとどうしようもないからみたいな、そう、ほんと困った時みたいな、しかもなんかその割とネガティブな感情で行くところみたいなイメージだった。それ、まあ、そう、それもありますよね。こじれちゃう、こじれちゃったみたいな、まあ、それも、うん、なんだろう、大事な仕事の一つではあって、うん、よくあるのは、うん、そのロームで、うん、ちょっと問題のある社員が来て、はい、なんか周りにとっても悪影響が大きいから、うん、やめてもらわないと、いけないのかなみたいな時にもやっぱり相談していただくと、日本の労働法周りってかなり雇われてる人、従業員に有利な形で解雇ってほとんど認められないんですね。ありがたいことに。でもその場合にまあそこそこちゃんとやってる弁護士さんだったら、まあいろいろなノウハウがあったりして、そのお互いに不幸にならない形で、お互いに憎み合わない形で、まあ、離れていただくのがベストじゃないですか、じゃあそこに向けたこういうステップでこういう形でやっていきましょうとか、そういうところのアレンジメントもしてくれたりするので、すごい、はい、すごい、そのあたりとかもやっていただくといいと思います、はい、心強いよで、いわゆる守りと攻めって言われるところですよね。守りと攻め大事。そう、はい、いやこういうノリの弁護士さんもいないんで、ね、ありがたいなっていう感じですね。はい、まあ、そろそろお時間ということで、いやめちゃくちゃ面白かったね。面白かった、はい、ありがとうございます。どうでしたか。なんか私思ったのは、その最後のなんだろう、相談されると嬉しいっておっしゃってたのが一番やっぱ印象的で、まあ会社の人間ではないけど、その上場をここまで応援支援してくれる人っていう、なんか仲間なんだろう、外部だけど、こんなに熱烈に支援してくれる仲間っていう、この弁護士っていう存在がそういうものなんだなっていうのは、今日初めて知ったので、え、これめっちゃ心強いやん、みんなやれやって普通に思っちゃいました。なんかだってみんなやれややん。そうそうそう、なんかもちろんそのシステム的に助かるみたいなところもあるとは思うんですけど、何よりもその熱烈にその思ってくれてる人がいるって、精神的にスタートアップやり始めた人たちにとっては心強いんじゃないかなって単純に思うんですね、精神的に。あ、この人は僕たちのやろうとしてることを支持してくれてるんだっていう人がやっぱいるのって。確かに。そう、しかも初期のナレッジとか経験がない起業家さんにとっては、スタートアップ支援してる弁護士って要はいろんなスタートアップを見てるわけですよ。そうそうそう、ちょっとメンター的な動きを、ね、そうですそうですそうです、そういうメンター的な役割にも一つなれる、なるなる、絶対なると思う、はい、安心感は増えるかなと思いますね、うん、しかもなんかそんないろいろなスタートアップ見てきた人に、いけますよって言われたらさ、それだけで嬉しくない？嬉しいね。ありがとうございます。そう、そのただ単に法律的にそこを守るとか攻めるだけじゃなくて、なんかそういう価値みたいのがめっちゃあるなって思いました、いやー素晴らしいと思って、はい、ありがとうございます。光栄です。よかったです。コウスケさんはどうですか。そうですね、僕は弁護士のイメージがすごい変わりましたというところで、うちもね、さっき話したようにトラブった場合とか、トラブりそうになった時とか、規約作る時とか、なんか結構その登場する場面っていうのがかなり限定的で、しかもこっちからお願いするっていうような感じだったんですけど、まあ今日話してみて、そう、伴走してもらえるみたいな考え方だったり、あと結局僕がその弁護士さんが必要な時なのかどうなのかを判断していることがもうすでにリスクだなと思って。そうだね、今いいことをおっしゃられましたね。まさに、まさにですよね。そうだね、さっき
ったような、それ資金決済法で、例えば僕が、じゃあコインをビットコインで普通に受け取ろうとしてますみたいな、3000万ぐらい、まああるでしょみたいな感じで言ってたら、うん、ちょっと待てーみたいな、あるかもしれないってことですよね。はい。なんかね、多分まさにまさに、そうそう。新商法とかも、絡んできますんで、うんうん。そもそも気づいてねーみたいなことが、たくさんある、あるのかな。怖え。怖え。そうね、だからもっとね、こう、ランチに。お電話じゃないですか。いや、本当にね、ちょっといろいろ相談させてください。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい。っていう感じですよ。そうね、うん、これはいい回ですね。これみんな聞けばいい、ね、スタートアップ。ね、本当に。まあだからスタートアップもスモールビジネスもどちらもそうですけれども、ちょっとなんかあの弁護士のイメージ変わる回かなと思います。そうだね、本当に。うんうんうん、なんかお堅い人たちってやっぱね、未だにそうじゃない、そういうイメージあると思うんですけど、うん、まあこんな感じで何でもこうフランクに相談乗ってくれるし、まあ、ビジネスサイドのこともちゃんと分かっていると、ね、結局法律のこと分かっているけれども頭でっかち、そもそも何をやってるんですか御社はみたいな感じのとこから話すと、うん、やだねーみたいな、私はみたいなこともなるんですけど、まあそこら辺が ね割と通過で、ああこういうことねっていう話が早かったりするとまたさらに良いので、うんうんうん、確かに、あーなんかすごい変わりました、ね、そうですね、理念の理解大事ですよね、うん、法律をただ単に守るだけじゃなくて、そう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 、結局どんなビジネスやってるのかっていう、 そこの理解が、うんうんうん、早いっていうのはすごいいいかなと思いました。そうですね、はい、はー面白い、はい、はい、じゃあちょっと余韻が、浸りたいところですがここで以上となります。2回にわたって来ていただきました中澤さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。